皆さんこんにちは。湘南 AGA クリニック大阪院の院長斉藤と看護師です。よろしくお願いいたします。はい、では今日のお題は何でしょうか。はい、今日は、俺の植毛術、ダブルマトリックスとの併用の効果とはです。はい、ありがとうございます。はい、ちょっとダブルマトリックスっていうね、治療があるんです。これはうちのネーミングで皆さん知らない人もいると思うんですけど、これね、2016年の国際毛髪外科学会という学会で発表された治療で新しいんですよね。うん、で、ご自身の、毛根を採取して、でそれをこう砕いて、で、細胞状にパラパラにするんです。いわゆる注射器に入る状態にして、で薄く感じるところにこう注射で戻したり、そうするとね、植毛とは関係なくても それをやると、まず砕いた細胞の中に毛包幹細胞っていう細胞があって、でそれ砕くと活性化するんです。で活性化した幹細胞をこう注射で戻す。そうするとその細胞から周辺に持続的に、しかも自分の成長因子っていう物質が放出されるんですね。で、大体放出って3ヶ月から半年ぐらいある。で、成長因子でね、いろいろこのね、チャンネルでもお話してますけども、髪を良くするためにすごく重要な物質で、いろんな働きあるんですけど、弱ってる毛根の中の細胞を増殖させてこう増やしてね、で、太い毛に変えてったりとか、ダメージを受けたものを回復させるっていう。あと、血管をこう周辺に作ったりとか、あと傷をこうきれいに治したりとか、いろんな効果があるんですね。それは自分の毛根でやることができる。で、植毛術と併用する利点っていうのは いろいろあるんですけど、まず、後頭部からね、植毛ってこう、たくさん毛を取らせてもらうんですけど、一個一個顕微鏡でチェックをして、で、折れ曲がってないかとか、傷がやってないかってチェックするんです。で、逆に言うと傷がいってるやつとかって植えても定着しないんで、それは捨てるしかないんですね。ただもったいない、毛根の細胞は生きてますから、砕いて細胞活性化して戻してあげると、植毛したところにまず戻すとね、簡単に言うと定着のまず率が上がるはずなんです。これ植えた毛に血管が来ないと定着しませんけども、その血管を作る成長因子が周辺にできますよね。そうそう、定着の率が上がるし、あと植毛っていうのはたくさんこう傷を作るのと同じなんです。で、その傷を治すって成長因子が出てくるんで、傷がきれいに治りますよね。それから、あと、毛包元気っていうのね、その砕いた細胞を注入すると、中で細胞が分裂をして、こう細胞の集団を作るという。それ新しい毛を、ね、作る毛包の原型みたいなのができるって言われて、植毛をすると、植毛のね、最終的な弱点っていうのは密度なんです。で、植える毛、そう、きっちりは植えられないんで、はい、新しい毛が真ん中から周辺が出てくると、密度が上がってみるんです。だから、植毛術とダブルマトリックスを併用するっていうのは、植毛の定着を良くするし、あと密度を上げる可能性があるっていうことね。だから、どうせちょっと捨ててしまう毛根が植毛で出ますので、それを有効活用するっていうことですね。で、そういう併用っていうのをやってるんです。はい。ありがとうございます。はい。ダブルマトリックスも一緒にすることで定着率が上がったりとか、あと植毛術一緒にすることでいいコンビネーションになりますね。太いの患者様でも結構来られる方多いですよね。そうですね、食毛と、ね、一緒に併用される方たくさんいて、うん、ですごくやっぱ効果的だと思うんですね。うん、で最近ね、施術についてくれてますから、ね、はい、皆さんぜひね、はい、興味あったら来てみてください、ね、はい、お願いします。はい、湘南 AGA クリニック大阪院では、医師がマイクロスコープで頭皮を見て、実際にちゃんと一人一人診察をしてですね、治療法を提案しております。薄毛で悩まれている方とかでお困りの方は、ぜひ当院にお越しください。無料カウンセリングで対応しております。また施術の様子や、症例写真ビフォーアフターキャンペーンを、インスタで更新しているのと、斉藤先生のアメーバブログも、絶賛更新中ですので、気になる方は番組の概要欄にリンク貼ってますので、チェックしてみてください。はい、はい、では次回もですね、髪の毛のお話を、
一つ一つね、解説してお話していこうと思いますので、ぜひ皆さんね、楽しみに見てください。はい、それでは次回まで、さようなら。